青山市、青山市、青山明、1878年9月23日から1963年3月21日は、静岡県岩田市生まれの土木技術者、パナマ運河建設に携わった唯一の日本人であり、荒川放水路の建設、品野川大川津分水路の改修工事を指揮した。静岡県豊田郡、中泉村、 現在の岩田市において、青山通る、富士夫妻の三男として生まれる。尋常小学校を卒業後に上京し、東京婦人城中学校、現在の日比谷高校、第一高等学校を経て、東京帝国大学校科大学土木工学科、現在の東京大学工学部土木工学科に進学した。一高在学時に内村肝臓の講演を聞き、影響を受けて、 文化生となった。土木技術者を志したのも、内村の影響で、内村は、公園、後世への最大遺物で、子孫のためになる仕事の例として、土木事業を挙げている、東京帝大に進んだのも、広井ム内村肝臓と札幌農学校の旧生で、親友であったが、主任教授を務めていたことから内村に勧められた、ものである。青山は、広井の講義を聞き、 パナマ運河への思いを募らせた。1903年7月に大学を卒業した青山は広井サムの紹介状を携え単身と米。え。広井の紹介状の宛先はコロンビア大学教授 WH バーで、バーは米国政府のパナマ運河工事委員会の委員でもあった。パナマ運河の工事再開を待ちながらバーの紹介で鉄道会社に測量員として勤務し、 測量の腕を磨きながら、英語で仕事をする環境に適応。1904年6月より、パナマ運河工事委員会に採用され、パナマ運河改作工事に従事する。青山は、パナマ運河建設に携わった、唯一の日本人である。採用当初は、末端の測量員であり、2年間はジャングルに分け入り、マラリアにも罹患する過酷な測量を経験している。 勤勉さと手腕を高く評価された青山は、測量技師、設計技師と昇進、技術者として、ガトゥン公門の重要部分、側壁などの設計を担当、ガトゥン工区の副技師長に昇進した。しかし、パナマ運河の完成を見ることなく、1911年11月に、帰国の都につく、休暇として帰国し、帰国後に辞表を提出した。これには、日露戦争後に、 アメリカにおいて日本への警戒や外国人排斥運が高まった影響もあり、新聞にはスパイではないかとの疑いも書かれたという。1912年1月、日本に帰国。1912年2月、内務省に内務議士高等官6等として入省。内務省土木局東京土木出張所、現在の国土交通省関東地方整備局において、 19年に、渡り荒川放水路、現在の荒川下流域の建設工事を指揮した。また、木の川の改修工事にも当たっている。1927年6月24日、品濃川大川津分水路工事において自在関が、陥没する事故が発生すると、青山は、その修復と工事完成の任を担い、1927年12月に、 内務省土木局新潟土木出張所長、現在の国土交通北陸地方整備局長に相当するに就任した1934年まで在任。青山は分水路の改修工事の最高責任者となり、青山の下で現場責任者を務めたのは宮本武之助であった1931年に大川津分水路を完成させた。百三十四年五月、 第5代内務議官に就任1936年11月まで2年間、務めた。内務議官当時、モノノベ・オサオの火水統制計画案を採用、河川開発の一元化へ、行政の転換を方向づけ、囲ご多目的ラムによる河川開発が始まることになる、電力行政にもたらした影響は、日本発送電を参照。しかし、 土木局における議官と事務官の処遇格差をめぐる、かねてからの対立が紛争に発展し、青山はその責任を取る形で辞職した、キャリアの項目に言及がある。なお、1935年には土木学会会長を務めている。内務議官退任後は、東京市水道水源調査委員会、兵庫県水害復興専門委員会の委員や、満州国交通部職宅として、 土木行政、治水事業などの指導に当たった。太平洋戦争中には、パナマ運河の爆破攻撃を立案していた、大日本帝国海軍から、パナマ運河についての情報提供を求められた。私は、作ることは知っているが壊し方は知らないと答え、土木技術者の良心に基づきこれを拒否したと、伝えられている。あるいは、せっかくみんなで苦労して作ったのだから、 そっくりそのままもらうことを考えたらどうじゃと返して、破壊への非協力を示したもいう。1945年6月、長野県に疎開、戦後は岩田の実家に移る。隠居した者の生活には困窮したとされ、県などの土木事業の技術顧問として活動を続け、1949年には建設省、荒川計画校水量検討会座長を務めた。 1963年、岩田市の自宅において、老水のため死去した。84歳。青山氏の生き方は、無教会主義のクリスチャンであった、内村勘蔵の影響を強く受け、知りしよくのためではなく広く後世の人類のためになるような仕事をしなければならない、という思想を貫いた。この彼の思想は、荒川放水路の記念碑。 および大河津分水路の改修記念碑に顕著に現れている。荒川と隅田川の分岐点、岩淵水門のそばにある荒川放水路の記念碑には、と書かれており青山の名前は刻まれていない。また大河津分水路の脇にある補修工事、春光記念碑には、表面に一万像に転移を、里知る母校なり、裏面に人類のため国のためと、 いずれも、エスペラントもと共に刻まれている。監視や俳句を愛し、また娘が嫁ぐ際には会見を与えるという物資的な、気風を持っていたと共に、スキーやテニスを楽しみ、女性は技術を持つべきだとも説いた。義理堅く、責任感強く、不正を憎むと評される人物で、乾村民費の傾向の強かった時代にあって、幼稚買収の際には、 土地所有者との丁寧な買収交渉を重んじた。岩淵水門工事では自らゲートルを巻いて、泥にまみれ工夫たちと苦労を共にした。内務省退職後も、大きな台風が来ると、岩田から夜行列車で上京し荒川放水路を見守った、といったエピソードも伝わる。一方で、高橋博が話を聞いた、青山の元部下は、部下の再就職の世話などの、さじに意を払わず、 窮屈で近寄りがたい人物であったという印象を語っている。高橋は毎晩のように部下や労働者と酒を組み交わし、話のできる人物とみなされた宮本武之助とは対照的な性格であると評している。青山家は代々女子区業を営む家で中泉を代表する祖宝家であった。祖父の青山中平、1818 18年から1910年は、 軍長や地元の政治家として、また、社会事業家として活動した人物で、東海道線の建設にあたっては、中泉駅、現在の岩田駅の用地を提供している。日露戦争の主残歩の戦い、両洋海戦で功績を挙げ、法天海戦において戦死した市川紀元に、1873年から1905年は実刑。東京帝国大学で、 電気工学を治めて、工学士の学位を持ち、京浜電鉄に技術部長として勤務していたが、不評商位として出生した一年志願兵出身の予備役将校。日露戦争で最初に戦死した帝国大学出身の軍人、最終階級は中尉で、かつては東京帝大内に銅像があった第二次世界大戦後、静岡県五国神社境内に移設。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。